エキスポ科学公園と甲川に架か,かる橋大田国際博覧会は1993年8月7日から11月7日まで大韓民国の大田直轄市樹上区で開催された国際博覧会である。この項目のタイトルである大田国際博覧会の故障は日本館の出展を担当した日本貿易振興会の報告書などが使用したもので韓国内での正式名称は 大田世界博覧会、ハングルである、大田エキスポ、ハングルの略称も使用されることが多い。韓国発の国際博覧会で、1988年、ソウルオリンピックに次ぐ国際的イベントとして計画された。当初は国際貿易産業博覧会として、1991年の開催を目指していたが、準備期間が限られていたことや、財界筋には、 過重な財政負担を忌避する空気もあった。一方、博覧会国際事務局は、1988年5月の第103回総会で、国際博覧会条約の改正に関する規定書案を採択し、1995から2000年の国際博覧会は、特殊な小規模国際博覧会を除き、当分は、新たな博覧会の登録申請を凍結することになった。 こうした状況を受けて、韓国は、博覧会の開催年を1993年とし、開催期間を3ヶ月とするなど、改正後の条約における認定博覧会の要素を持った計画になった。もっとも、当時は条約の批准期間中だったので、改正前の特別博覧会になった。1989年2月14日に、韓国政府が、 博覧会開催の最終方針を決定し、同年3月6日に財団法人国際貿易産業博覧会、組織委員会の設立、同年9月19日にビエの開催申請。1990年6月14日にビエの第107回総会で開催登録を承認、1991年4月12日に会場建設工事の着工式が行われるなど、 急ピッチで準備が進められた。韓国が万博に初参加したのは1893年のシカゴ万博だったが、それからちょうど100年後に自国開催となった。会場が配置された大徳科学研究団地は1974年から整備が進められ、国立の科学技術研究機関や韓国の有力企業による研究所、 韓国科学技術院などの大学が多数存在している。韓国政府は一極集中による過密化が進行したソウル首都圏から都市機能の分散を図り、今後の科学技術開発の中核とするためにナショナルプロジェクトとして新たな都市づくりを進めていた。1985年に開催された国際科学技術博覧会と筑波研究学園都市の関係を参考にして、 計画された。公式参加国108、国際機関33、韓国の15市、同、公的機関8、韓国企業18が参加した。博覧会の挿入場者数は1400万5808人で、目標だった1000万人を40%も上回った。会場建設、運営などの支出4225億ウォンに対して、国庫支援。 入場料などの収入4,479億ウォンで差し引き254億ウォンの黒字だった。大田市周辺では道路などの交通、通信網などの整備が進み、これらの都市開発は約10年間分に相当するとされた。会場跡地はエキスポ科学公園になった。日本の出展テーマは共生の時代を開く、対人、自然。 技術の共存を目指してだった。形状記憶合金で作られた椿の花木。三人の投稿ロボットが置かれた、日本の標準的な陶磁機の窯元の作業場を再現したコーナー。盲導剣ロボット、極限作業ロボットなどが展示された。投稿の展示コーナーについては、分読、慶長の役における投稿の強制連行のイメージに繋がって、 韓国民の感情を逆なでするのではないかとの懸念が計画の策定段階で相次いだ。総合プロデューサーの平野修玄信、通商産業省日本貿易振興会は韓国内の有識者と意見聴取を実施した。韓国側の反応では日本は陶磁器の技術を中国から韓国を経由して学んだことを明確に表現している点は好感を持てる。 陶磁器を展示素材に取り上げると、投稿の強制連行を思い出させ、日本に対する悪感情を誘発することにならないかという帰国内の意見は、全くの急である。韓国民は、陶磁器の技術を日本に伝えたことに誇りを持っているなど、好意的な意見が相次いだ。2台あった、盲導犬ロボットのうち1台、椿の花などは、1994年の世界。 祝祭博覧会協会に売却された。投稿ロボットは1996年の世界の博覧会実行委員会に売却された。平野茂新の息子である平野明新は太田万博の会場で目にした韓国民の表情を僕は今も忘れることができません。誇らしそうな表情で良いメイドの土産ができたと話してくれた老婆の笑顔。 思い出しますと証言した。3時38分頃からは、1990年の国際下と緑の博覧会の会場映像も登場する0時32分付近からは、エキスポ駅が登場している。ありがとうございます。